はい、どうもワドツです。まあラスト枠です。楽しんでってください。なんかリスナーさんからさっきの枠で障害について質問があったので、まあ、Y A赤さんボツです。あ、ちょっと待って、声が棒読み入ってる。コメント読め上げよう。かおつ、あのね、まず障害を知ってもらうときに、その3つの障害がある、正式に言うと4つの障害があるんだけど、障害者手帳っていうのが国から発行されるんだけど、3つあるのね。で、身体障害はまあみんなわかると思うんだけど、まあ、片目がないとか片腕がない、両腕がないとか、要は身体的な欠損がある人のことを身体障害者と言います。まあそれは見たらわかるよね。車椅子に乗ってたりとか、あ、この人腕がないんだなとか。で、知的障害っていうのは、脳みそ、知的な、要は物書きとか物覚えとかいろいろあるでしょ。これ IQ っていうので測るんだけど、みんな小学校の時 IQ テストとかやったよね。で、IQ100 っていうのは、その年齢で、平均的な知能、要は学習能力を持ってるっていうことを指すのね。で、IQ200 とかになると、もうほんと1万人に1人とか100万人に1人とか、天才って言われる人。で、IQ75 以下っていうのは、明らかに、普通の人とよりも劣ってるわけですよ。要は漢字が書けなかったり、会話ができなかったりとか、要は3歳ぐらいの知能だったりとかするのね。で、IQ75 以下の人から、手帳が発行されます。これが知的障害。で、精神障害っていうのは、じゃあ体でもない、脳みそのね、でもない、心の問題です。要は、脳の中の神経物質っていうのがあって、ドーパミン、セロトニンとかいろいろあるけど、そういうのが過剰に出ちゃったりとかする。だから昔ね、精神障害っていうのはね、あんまり日本人っていうのは疎くて、精神病っていうのは存在しないと。昔はどういう風に片付けてたかっていうと、要は気違いであったりとか、要は性格異常、要は性格に難がある人だっていう風に片付けられてた。でもね、アメリカとかの西洋医学が発達していって、あ、これは脳の伝達物質の過剰な反応だったり、足りなすぎたりするんだっていうのがだんだん分かってきた。で、精神障害者って一番有名なの、統合失調症とかうつ病っていうのだけど、日本人の中だけで精神障害者手帳、要は心の病気にかかってる人っていうのは40人に1人います。はい、障害って書いて大丈夫なの？障害者か障害者って書けて叩かれたことがある。疲れるわ。国はね、一応害薬の害、害虫とかの害を使ってて、で、それを見直そうっていう運動があって、ひらがなで使うようになったのかな、今は。そう、でもね、まあその害っていう字はなくそうっていうことで、いろいろ議論があるところですね、そこは。ひらがなとか、まあそういうふうに国がね、今推奨してるんじゃなかったかな、ひらがなで書こうとか、その害の字を変えようっていうことでね。まあでも俺はそれは言葉遊びだと思ってるから、あんまりこだわってないですね。で、彩香がさっき、障害者の人に、痴漢をされたらどういう対応をした方がいいのっていうふうにあったけれども、まあおそらく彩香が言ってるのは精神障害者か知的障害者だと思うんだよね。で、それは警察に言いましょう。これが僕の判断、これあくまで僕の判断なんだけど、警察に言いましょう。障害者だから何やってもいいとは思いません。僕は障害を持ってるのはハンディキャップだけれども、この社会っていうのは法治国家なわけだ。で、法律を犯すような被害に遭ったのは事実だが、我慢しなくていいです。で、そこは司法に委ねましょう、警察に委ねましょう。被害に遭ったのは被害に遭ったんだから。で、障害があったからこういうことをしてしまったんだなっていう判断っていうのは司法が決めます。だから僕はそこは普通の対応をするのが、その人を人間として見ることだと思ってます。その人を人間として見ないから、ああ障害者だから
我慢しなきゃっていうのは逆にね、それ差別なんですよ、僕にとっては。でしょ。だから障害者でもやっちゃいけないことはたくさんあるの。それを教えないといけない、うん、で、それで施設とかに入所するっていう判断をしたり、刑務所に行くっていう判断をするのは司法ですから。それが僕のアドバイスかな。あの、障害を持ってるからって言って優しくしないとって考えるのも実は差別な。はい、ワード2。だ、癖みたいなのはあるけどね、精神障害は。だから俺がさっきのリスナーのアドバイスムカつくっていうのは明らかにその精神障害から来てるものだよね。それはね、自分で言っててわかるもん。何枠目わかんない。だから社会がね、障害にまだ向き合ってない証拠ですよ。障害を理解してない。俺は自分が障害者だけど訴えていいと思ってるから。そう、通報すべき。そう、そうそうそう、あくまで俺の個人的な考えだからね、そこは了承してください。アメスピのメンソールライトください。年内確認が必要な料金です。山ちゃん893円です。はい、レシートいらないです。はい、お、くるくるしてる。見れてますか。そうなんだよな、ファミリーマート電波がないんだよね。見れてますか。どうですか。どうでしょう。見れてますか。映像と音声問題。そう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 、精神病院にそのまま隔離されるケースともあるからね。要はハンディキャップっていうのが何なのかっていうのを理解しないといけないの。そう、ハンディキャップとは何なのか。要はね、フェアネスの精神から来てるんですよ。フェア、平等の精神から来てるわけで、例えば、まあ、みんなが片腕がなくて生まれたら、普通の健常者って呼ばれてる、普通って言われてる人たちよりも日常生活で支障をきたすことが多いと。それって不利なわけじゃん。で、現代社会っていうのはそれを認めてなくて、みんな平等なんだよっていう精神から法律とかを作ってるわけだから、その障害者手帳を持ってる、要は自分が障害者だって国に申請して国が認定をした場合っていうのは、その人に対してお金を配ったりとか割引があったりとか、そういうのがあるんです。でもそれはそのハンディキャップを埋めるサービスを国が提供して受け取っているわけだから、そこで悪いことをしたらね、それはさ、同じ人間としてせっかく扱ってるのにおかしいじゃん。わかる？だからその人に対して優しくしてあげようっていうのはね、ちょっと違うと思うよ。ただまあ、俺はよく目が見えない杖をついてる人とかいたりとか、まあそれはね、別に健常者でも障害者でも同じなんだけど、この前ね、駅で外人さんがずっと改札の前で突っ立ってたの。まあ要は邪魔だったんだけど、
誰も話しかけなかったのね。まあ2秒ぐらいの間だけど。で、May I help you? っつったら、まあ英語喋れないんだけど、May I help you? って言ったら、西新宿に行きたいって指さしてて、OK, OK, っつって。で、なんか、二つ先の駅だよ、つって一緒に行くって言ったら、おう、大丈夫だよ、みたいな感じで。結構ね、ちょっとボケたおじいちゃんのアメリカ人で、なんか、あのね、センキューをね、なんか、すごいかっこいい言い方してたんだけど、弱者だからといって優遇する、されるべきではないよね。弱者だから優遇されるべきかどうかっていうのは国家間で見るか個人間で見るかなんだよ。そう。で、国家っていうのはそこを補填してるわけ。わかるかな、ワイリー。弱者だから優遇されるべきじゃなくて、弱者だから平等にしなければならないっていうのが国家の、近代国家の、でしょ。それは差別をなくそうっていう、近代国家は全てその思想があるから。優遇されるんじゃないんだよ、ワイリーの言う通り。そうじゃなくて、フラットな状態にしようねっていうフェアネス精神から来てる。うん。要は、同じ人として扱いましょうっていう。同じ人として扱うっていうのはどういうことかっていうと、同じように日本だったら日本国、ね、日本の法律で裁くと。うん。だから、知的障害とかが何かが言い訳になるっていうのは甘いよね。俺はそう考える。うん。そう。平等にすることと優遇することは違う。その通り。そう。そこが難しいんだよ。うん。で、障害者を子供がいたり家族がいたりするとそこがよくわかるよ。うん。男女平等。そうそう、そういうこと、そういうこと。だから俺は女性占領車両なんてくだらないもん作るなら男性占領車両とかデブ占領車両とか、喫煙者占領車両とか、ハゲ占領車両とか作るべきだよね。あれは平等じゃなくて優遇なんですよ。うん、その通り。女性占領車両、あれはね、もう本当に間違ってると思う。まあ、民間の会社がやってるとはいえね、パブリックなものがやる、パブリックな会社がやるね、ものではないですよ。あれは明らかに間違ってる。僕はそう考えます。喫煙者占領車両は神だわ。うん。要はね、線引きをするのを間違えるなよっていうことを言いたいの。何かで線引きをするっていうことは、それは差別の温床なんですよ。だから、男性、女性占領車両に男性が乗って裁判勝った事例があるんですよ。うん。要は同じ料金払ってるのに、なんでこんなことするんだって。これ憲法違反だと。で、勝ったんだよ。だからね、女性占領車両にね、男性ガンガン乗ってください。うん。あれは、会社がやってること間違ってるから。違うんだよ。そこはね、難しいところだけど、冷静になって考えてもらいたい。そう。痴漢が減るからっていうんだったら、男性占領車両っていうのを作ったら、ね、女性も痴漢されないわけじゃん。わかる？理屈で言うとそうじゃん。だけど、あれはなんで会社が男性、女性っていう風に分けてしまったかなんですよ。そう。女性占領車両を作るんだったら男性占領車両を作らないと男性が混むんですよ。割合的に考えて。でしょ？トランプも勘違いされてるけど、ある意味移民を人間として見てるからこそ不法移民を罰しようとしてる。そう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 。これね、難しいの。ちょっと頭を使わないといけない問題なの。だから何かをカテゴライズするときっていうの。だってさ、痴漢をした場合だよ。痴漢をした場合罰せられるし、ね、法律で裁かれるわけじゃないですか。そう、満員電車で女性占領ってことは、男の人は満員電車に乗れっていうことでもあるわけだから。そう、だから、そういう、その、行き過ぎたことっていうのは優遇になっちゃうの。それはフェアじゃないじゃん。そもそも不利益を被るのは痴漢をしない人たちでもあるんですよ。おかしいよね。痴漢をしない人たちも不利益を被るようなことをパブリックなものはやっちゃいけないでしょ。パブリックって公的って意味ね。要は電車とかって公的な機関じゃん。民間の企業だとしても。うん。
平等と優遇は違うは名言だね。何が腹立つってさ、女性占領車両に乗るやつ全員ババアっていうね。もうマジ腹立つよね。全員ブスとババアだから。それはちょっと行き過ぎた発言かもしれないけど、俺は本気でそう思ってるよ。そうそうそう、一部の人間ね。で、俺タバコの分煙化とかもマジ腐ってると思ってるね。あれはあれは喫煙者いじめですよ、完全に。いただきます。だってあれでしょ、居酒屋とか焼き鳥屋でもタバコ吸えなくなるんだよ。アホでしょ。そんなさ、民間の会社のさ、口出すなって話だ。うん、あ、知らない。それは。金八先生は腐ったみかんを否定してた。ほうほうほう。うん。うん。なんか面白くなりそうな話題の振り方だね。だってさ、世の中ってさ、世界の金持ちトップ7人と7人以外の下のお金って平等なんだよ。イコールなの知ってた？世界のトップ7人の資産っていうのが500兆円高で、その下も500兆円で、平均にすると14万円なのかな、資産がね。アラート気づかなくて今来た。腐ったみかんのせいで箱ごと捨てられるのが世の中の道理なんだよね。俺はその腐ったみかんっていうのが何を指すのかわからないからコメントはしづらいけれども、腐ったみかんが障害者だっていうんだったら俺は怒るね。うん。愛煙か？っていうか、タバコは合法なわけだしさ。それで税金払ってるんだから、むしろ褒められてもいいぐらいだと思ってるけど。納税者なわけだから。だからなんか喫煙者特区みたいなのを作ってほしいね。俺引っ越すから。日本は同州制やるべきだと思うよ、もう。価値観が多様化しすぎてるから。経済特区とかいろんな特区作ってやらせるべきだと思うけど。まあ、法を犯す人は刑務所だよね。刑務所に行ってくださいっていう話で。だから今の日本っていうのはなんか悪いとこ探そう、悪いとこ探そうってどんどんなんか、締め上げてるね。犯罪者みたいな目で見られる。日本人は流されやすいからね。ディズニーランドの喫煙所は今や隅っこに隔離。まあ喫煙所がある分にはいいと思うけど。ああ、閉鎖的ね。
非禁煙者だから飲食店タバコ吸うやつがいなくなるのは嬉しい。うん、まあそれは一例あると思ってるんだけど、分煙でいいんじゃないかなと思うの。これ確かにタバコ吸わない人からしたら臭いし迷惑じゃん、煙たいし。だけど分煙をしっかりやるでいいんじゃないかなと思うんだけど、ドレさんいい人だよ。うん、夕飯これ。頭ズキズキするからもう入って作りたくない。全体が割を食うからこそ、なんかあのなんか税金とかでよく生活保護叩きみたいなのよくあるじゃん。だけどなんかね、お金って回るっていうことを知らないし、お金が何なのかとか政府が何なのかとかハンディキャップが何なのかとか全然分かってないなっていうふうに思う大人がね。お金ってさ、自分の手元から離れるから足し算引き算っていうのが家計簿なわけじゃん。普通の人がこれの感覚のは分かるけど、国家ってこれをどう再分配してどう回すかなんだよ。でお金を回せば回すほどお金が豊かになって増えていくっていう、経済って豊かになってくのね。だから国家の役割っていうのは金をバンバン吸い上げて、 多いところから吸い上げて使うところにばらまいたりとか投資するところにばらまいて経済を活性化させるのが国の役割なのに、なんかねよく分かってない人が多いなと思うけど、そういうかな、分煙すればいいよね。私もそう思う。うん、分煙すればいいと思うよ。で、分煙に対しても嫌だっていう人は、俺はなんかアレルギーのある人だと思ってるね。いや、タバコアレルギーっていうか、そのタバコって聞いただけで、そのタバコを吸ってる人は悪だみたいな。うん。うん。で、タバコはほら害があるっていうのが言い分だけど、うん。排気ガスに関しては言わないのかなとかさ思ったりするけど、うん、いやだからほらコカ・コーラの砂糖に税金かけてるじゃんアメリカでは。だからそのうち香水税とかもかけてくんじゃない。なんか俺が嫌だなと思うのが、税金払うのが罰みたいになってるのが嫌だね。税金っていうのは、税金が気持ちよく払える世の中にならないと国家観ってないじゃん。だからスウェーデンとか消費税とか 40%50% とかでしょ。でもこの国のために喜んで払うよってみんな言ってるんだよ。社会福祉が充実だから。日本はね中途半端なんだよ。うん、だから税金払うことが悪いことみたいになってんだよね。うん。物買ったら罰金、相続したら罰金。働けなかったら生ポテ賞金。意味が分かんない。日本と俺世界で一番豊かだと思ってて、でも心の貧しさは世界トップクラスだと思ってるね。ほんと心が貧しいと思ってる。うん、あれ笑うよね。働けなかったら賞金っていう。なんでこんなに貧しいのかな、こんな平和な国なの。あのね、現金の保有率で言ったら世界トップなんですよ日本って。だから世界一のお金持ちの国なの本当は。
アメリカは GDP っていうその経済指数はでかいんだけれども、ほぼ消費で成り立ってるの。不思議な経済理論なんだけど、お金って使えば使うほど増えるってさっき言ったじゃん。だから消費をするだけで国家って豊かになっちゃうのね。だから生産してるものってアメリカってほとんどないでしょ。貧しくしたい勢力がある。てかね、日本人のね考え方がそういう考え方なんだと思うよ。なんか節約の美学とかさ、美徳なんかあるじゃん、そういうつつましさみたいな、美しさみたいな。でもね、それはね社会主義だから成り立ってたんだよ。日本が民主主義はね、もっともっとね威張っていかないとダメだと思う。要は西洋人っぽく生きないとダメなんだよ、アメリカ人みたいに。だからね、ちょっと恨みに出てると思ってるね。もっと厚かましくなっていいっていうかね、なんかうつ病がすごい多くなるの分かるかな、俺日本が。俺の人生何だったんだろうって思っちゃう人が多くなるのはよく分かるね。要はね、物が溢れてるけど発想力みたいなものはないんだよ。アイデア、俺さ、例えばジーパン破れたんだよ。普段だったら買ってたんだけど、生活保護だからお金ないじゃん。で、のんたんが縫ってくれたの。あのステッチって言ってさ、針で縫って直すっていう時に俺すげえ感動して、何かを直すって生まれてからやったことほとんどなかったなと思って。で、直したら履けたんだよ、また破けたんだけど。だから直すっていう概念はかっこいいと思ったけどね。戦前の日本の別名が完成された社会主義国家。いや、俺社会主義向いてると思うよ、日本は。今でも社会主義だと思ってるし、の気質があるっていう感じかな。民主主義なんだけど、国民の気質は社会主義向いてると思うよ。完成された社会主義ってどういうことかっていうと、理想国家だからね。理想国家を完成させちゃったんだもん。日本人はやっぱすごいよ。なんか今の日本人すごいと思わないけどね。なんかどう生きたいのかっていう、国民自体が方向性がなんかね、価値観が多様化しすぎてて分かんないんだろうね、多分。貯金尽きたら生活保護申請しようかな。まあ俺はおすすめしないかな、生活保護。例えば生活保護抜けて1ヶ月目の月収が35万なんですよ、俺の。あ、違う、35万じゃない、42万なんですよ、僕の月収で。生活保護受けてた時は誰にもね付き合いができないし、おごれないしっていう、その心が狭くなってたけど、今飯おごることもできるし、ね、配信こうやって、配信好きなことやって稼げるし、幸せですよ、生活保護受けてるより。じゃあやりたいこと見つけてそれで食ってった方がいいと思うよ。俺はそれが幸せだと思ってるけど、だから生活保護だと13万円だけど、3倍近くのお金を手に入れることができるわけじゃないですか、頑張ったら。それでよくない？仕事、配信業ですね。42万はふわっちだけじゃないよ、全部トータルしていろんな収入。まあ、金で切れるような縁なんて縁じゃないから、生活保護でもね、男に魅力があったら彼女できるし。じゃあ皆さんおやすみなさい、お疲れ様です。最後の枠でした。明日またよろしく、ありがとう、お疲れ。お前コメント欄荒らすなよ、バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよもう。